Weekend. The Rampage. Weekend. The Rampage. With Gene Riku.さあ23時になりました。ウィーケンドザランページ放送していきます。お相手はザランページリーダーのジンとボーカルのリクです。皆さんこんばんは、こんばんは。さあということで、もう今日2月10日、間もなく4日後、バレンタインデーでございます。さあまあね、日本は特にこうイベントごとがね多くて、確かに、まあ、先週もね節分があったりとか、まあお正月クリスマス、ね、あのいろいろありますけれども、バレンタインデーですよ。皆さん、世の中の皆様はどれぐらいの人がバレンタインチョコを渡されしてるんでしょうか。あれでしょ、世の男性たちは別に全然気にしてないけどねみたいな空気感出しながら実はめっちゃ欲しがってるんでしょ。いや、それは欲しいよ。もちろんね、その付き合ったりとかご夫婦でちょっとこうね、特別な日やからっていうのもあるんですけど、やっぱこうヒリヒリさせたいですよね。チョコも溶けるぐらいのなんかそういうやっぱエピソード欲しいなっていう。ヒリヒリさせる側だ、ジン君が。いやー、そうね。いや、今まではね、その、受け身の方が傷つかないじゃないですか、言っても。もらう方が、それを答え出すのは自分やから。でも、それじゃあかんなって思うんですよ。やっぱり。男子諸君もやっぱこう、傷ついてなんぼやなっていう。やっぱりこう男から行くべきやし、まあ、海外で言うとね、チョコをこう男性が女性にあげる文化もあったりするわけじゃん。もともとそう、そっちがっていうのはありますし、まあ、どういう形でもいいですけど、やっぱこういうね、1年に1回のね、一瞬の瞬間なんで、やっぱ僕は頑張ってほしいなとは思いますけどね。まあ、やったことないけど、僕はね。俺もこのなんか学生時代も本当にね、小学校以来ずっとあの大学も行ってないし、あの男子校だったから、あの特に何にもなかったからね。そうね、まあまあ中学の時僕はねあったけど、まあいろんなとこで話しますけど、やっぱりこうで手作りでやっぱ、そこの今日ここの瞬間に時間をどれだけ費やしてくれたかっていうのが見えたら嬉しいわけじゃないですか。寂しい現場だなって感じ。川島さん、それだけは言わないテンションで言ってたじゃないですか。あたかも僕らが充実してるかのような雰囲気で喋ってたのに、ね、はい。なんでウィーケン的にはもうだからね、甘い放送になりそうなんで、彼がやってくるかもしれない。わかんないよ、あ今日来ないのかな、はい、来るかな、わからんけど、わからんけど、まあ、皆さんのだから思いが、高まったら来るかもしれない。なるほど、ね、ちょっとねご期待くださいということで、はい、さあ、今日はですね、アルバム僕らね、あの2月22日に猫の日に出させてもらうんですけども、そんな新曲を、ラジオ初オンエアが今日ということなんで、早速オープニングでいきたいと思います、はい、それではいきましょう。ウィーケンドザ・ランペイ。お送りした曲はザランページでロールアップでした。 ウィーケンドザランページ、お相手はザランページリーダーのジンとボーカルのリクです。改めましてよろしくお願いします。お願いします。さあ、番組終了後11時30分からいつも通り、こちらニコニコチャンネルさんでの動画配信もございます、はい、こちらね、動画付きの、特別な放送を行ってますので、ぜひチェックしてください。さあ、こちらの企画いきましょう。単語メール。ウィーケンはね、結構いろいろメールのこうリクエストが結構複雑やったりするんですが、これ単語メールは本当にただね、メールに単語本文の中にね単語を書いてもらうだけなんで簡単です。はい、じゃあ紹介していきましょう。はい、茨城県、全力ぶちかまし少年さんがいただきました。銀杏。銀杏好きです。大好きです。焼き鳥で銀杏。銀杏って食べ過ぎたらダメなんですよね、言うよね。そう、なんか体壊しちゃうみたいで、だから僕めっちゃ好きなんですけど、なんなんやろね、街でね、落ちてるじゃないですか、銀杏。秋口ぐらいになったら銀杏落ちてきて、ちょっと匂いするじゃないですか、あっこから想像できんぐらい美味しいよね、料理で出てくる時の。本当にうまい。銀杏の化け方半端ないなってね思いますけどね。違うよ、あれうますぎるんだよな。半端ないなと。逆に何個まで OK なんだろうね、食べて。何個っつったかな、でも20とか超えたらあかんって言ってたよ、書いてたような気がする。際どいな。調べたことあんねん、銀杏、好きすぎて。でもあかん、ダメですよ。焼き鳥で言うと、じゃあ3本ぐらいが限度ぐらいかな、ぐらいがちょうどいいんじゃないかな、あんま食べすぎるとね。銀杏好きなんかな、きっとね。全力ぶちかまし少年さんも、少女さんも、少年は翔平か。NEXT、 はい、青浜カレンさん、ジブリ。ああ、
ジブリね、ジブリ、ジブリに出てくる料理めっちゃ美味しそうじゃないですか。わかる、わかる、あの千と千尋のさ最初のお父さんとお母さんが食べるシーンとかあるやん、うん、言いながらで、まあ豚になっちゃうんだけど、あのシーンとかなんか料理のなツヤ感とかやっぱ俺すごいなと思う。あれ見てたらお腹減ってくるもん。本当もそうだよね。うん、どの作品が一番好き？そうだな、でも千と千尋安定なんだけど、あまあ魔女の宅急便いいよね、歌含めると。えで主人公ラキーやったっけ、誰だっけ、ね、ラキーじゃなかった、キキか、あラキーはうちの猫や、わざとやん。俺でもやっぱり蛍の墓かな、やっぱあれのメッセージ、俺僕は あれちっちゃい時に見て、そのやっぱ、ね、戦争とか経験してないけど、うん、まあ、あれ見たことですごいなんか大事なものをなんかちっちゃいながら学んだから、子供ができたら絶対見せたいなと思ってる。見せたいね、あれね、うん、何回見ても泣くの、うん、あれはね。神奈川県さあちゃんさん、流れ星、中英さんのギャグ面白いよね、大好き、ね、大好き、そっちっていう声が聞こえてくるけど、絶対聞こえるいやあれ好きなんだよね、あのパンパカパン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 パカチュウエってやつあの挨拶のやつね、そうあれめっちゃ好き、いやそっちじゃないと思うの、多分聞いてほしいの、うん、絶対あっちの流れていく方のね、うん、星ね、流れ星ね、うん、願いをするならば3回唱えれるもの、願い叶えてもらうとすれば何がいい、えもうだから絶対的に二日酔いにならない体になりたいっていう、そうですね、お酒好きなんで二日酔いにならない体になったらどんだけ幸せかね、わかりますよね、ほら大きくうなずいてるやん、これですよ、だってどんあかん、あんまこういうこと言うの、いやいいんじゃない、夢ない、夢あるよ、外見てみる、流れ星や、肝臓強くしてくれあれ多分他のとこ弱りそうだからやめよう冗談ですけど、はい、でも本当にでも幸せを願ってますね、幸せを願う、ですかね、違いない、ね、はい、そういう感じですかね、皆さんありがとうございます、ありがとうございます、結構ねこれ皆さんなんか個性的で面白いんですよ ね、何でもいいんで単語本当に、ね、コンプラだけ引っかからんかったら何でもいいんでぜひ送ってください、まあ、送ってもいいけど採用はされないよっていう箇所のツボをね、はい、理解しておいて送ってくださいということで以上単語メールでした。ではここで一曲お送りしましょう、ザランページでノーグラビティ、お送りした曲はザランページでノーグラビティでした。ウィークエンド The Rampage。リクの部屋。いやーみんな、リクだよ。いい声だね。ご無沙汰。みんな元気してた？バレンタインデーが近いからそろそろみんなに会えないかなって思ってたんだけど、強く念じれば思いって届くんだね、届いたね、すごい前のめりのやつがいる、まあまあそんな彼はねほっといて、今日の名言紹介するね、教えて教えて、なあロミオ、どうしてあなたはロミオなの、 by ウィリアム・シェイクスピア、友達の川島くんが言ってた、ウィキ調べによると、身分が下だと分かってその事実に悲しむ、でも本当はそんなのどうでもいいから、あなたと一緒になりたいよロミオ、という思い、立場身分なんて関係なく人を愛したい、愛してるよという強い思いを歌っていると、いうちゃんとメモしてるところも素敵だよ、名言なんだけどいいよ甘いよ、先日このセリフ僕生で聞いたんだ、アモーレ、ジュリエットが言ってた、はあロミオ、どうしてあなたはロミオなの、答えが出ないから素敵なんだよ、キュンでしかなかった、まるで流れ星のように美しく輝き甘美的神秘的なジュリエットがそこにいた、いいな、みんなもぜひ、どうでもいいくらい一人の人を愛せる、そんな人に出会えることを願っているそれは僕のことだって知ってる、ありがとういいね、恥ずかしがらなくていいんだよいいね、
ゾクゾクしてくるよ。僕もみんなのこと愛してる。僕もゾクゾクしてくるよ。おっと、そろそろお別れの時間みたいだ。熱くなってくるよ。じゃあ最後に僕からラブミュージックをプレゼントするね。教えて教えて。チョコがなくてもみんなの笑顔がもらえれば、僕はそれだけで幸せなんだ。チョコも届けるよ。それでは聞いてください、家入レオさんでチョコレート。うんわ。お送りした曲はイエルレオさんでチョコレートでした。Weekend The Rampage King Riku The Rampage From Exile Tribe。不良家出エトセトラ、さまざまな悩みを抱える子供たちが行き場をなくしさまよっていた。そんな学生たちに夜な夜な声をかける一人の男がいる。夜回り先生ジン。空気が甘いな。なんだか空気が甘いな。そうか、もうすぐバレンタインデーだったな。先生、花粉をあげてください。上がってたよ。テンパってない。おー、リク君、はい、今日も助手よろしくね。はい、憧れのジン先生に少しでも追いつけるように頑張ります。無理だろ。花粉をあげ忘れる先生に言われたくないです、うん、ちなみに今回はバレンタインデー直前ということで、街中には恋に悩む学生が多く出没しているようです。じゃあちょっと僕探してきますね。サボらないようにね。はい。まあそういう季節か。チョコをちょこちょこっと食べたらこちょこちょされて超困ったなんつってな。ジン先生。うん、どうした、リク君。かなり反抗的な学生を見つけたので話を聞いてきました。教えてくれよ、どんな生徒だったんだい。神奈川県のマソマソと言いまして、うん、先月彼氏に振られちった。うん、だんだんと私のズボラなとこが見えてきて嫌になったんだとさ、うん、でも別にいいだろ、ズボラなとこも含めて私なんだよ、うん、とのことです。うん、なるほどね。先生、この学生に一言お願いします。バカ野郎、何やってんだよ。いやー、自分のダメなところ、自分の素を見せて、うん、つい気を許したから見せてしまったんだろ、わかるよ。でもな、まあまあ先生だってあるよ、そのいつどのタイミングで本当の自分を出そうかって迷うよな。うん、そういう時あるんだよ。でもな、愛した人なんだったら全てを受け止めてもらわないと僕は本当の愛を生まれないと思ってるんだ。だからそんなやつ別れてよかったんじゃないか。ズボラだよ。先生だってズボラだ。自分のズボラさに嫌気がさす時がある。でもその時にさ、そんな自分を救ってくれる人が本当の相手、愛に手と書いて相手なんじゃないか。チェックメイト。先生、今日、うん、キレキレです。ありがとうございます。それは先生も久々だから、久々の出勤だからさ、やっぱギラギラですよ。いや、ギンギンかもしれないです。ギンギンですか。ありがとうございます。身につけた。先生、もう一人反抗的な学生がいました。どうした。千葉県のコーヒーごくごくちゃんって言いまして、うん、家の近くのコーヒーショップの店員さん、過去自分より5歳年下にガチ恋しちまったよ、うん、毎日通ってるからコーヒー代がバカにならないぜ、うん、でも別にいいだろ、うん、私は彼と毎日少しでも喋れて幸せなんだよ、うん、は連絡先、そんなもん恥ずかしくて渡せるわけねえだろとのことです。なるほどなるほど。先生、この学生に一言お願いします。大好物だよ先生は。バカだな、これだ、バカだ、ごめんなさい、口悪い、バカです。まあ、いつか、まあ、さっきの話じゃないけど受け身だよね。いつか話してもらえる、いつか会話が広がる、そんなことねえからな。うん、でもわかるよ。まあまあ、
先生だって、例によってやっぱ、さっきも言いましたが、受け身だった時期はございました。はい。でもね、受け身じゃ始まらないんですよ。だって相手が受け身だったら、それも電池でいうプラス極とプラス極なわけですよ。反発し合ってるわけです。いつだって交わらないんだよ。うん。だけどな、毎日毎日、ミルクを頼むんだ。コーヒー、ミルクもお願いします。コーヒー、ミルクのもお願いします。ある日、ミルク外してみ？あ、今日はミルクないんですね。こっから広がんだよ！甘い恋しやがれ！先生、今日すごく自分に言い聞かせてるみたいですね。先生にもいろいろあるんですね。そうだな。先生、先生と言われ続けて早7年。先生だって思うことはあるよ。先生、うん、もう一人反抗的な学生がいました。今ので閉まらなかった？うん、足りない？まだ足りないの？千葉県のカノン君と言いまして、うんうん、彼女とデートしてる時によ、ほうほう、晩ご飯でラーメン食べたいって言ったらよ、なんか不機嫌になられたんだよ。だから俺言ってやったんだ。なんでラーメン好きなのにそんな不機嫌になるの？てか聞いてきたのそっちじゃん。そしたらよ、彼女その日は口聞いてくれなかったぜ、うん、でも別にいいだろ、俺は間違ったこと言ってねえし、ラーメンに罪はないだろ、とのことです。なるほどなるほど。先生、この学生に一言お願いします。バーカラバカラバカロ男子や。これはバカ野郎って言ってんね。それ略してバカロ男子や。これは、うん、そのあれでしょ、その自分はなんか自分があの全部相手に受け入れてもらえると思ってるんでしょ。でもな、まあまあわかるわかる。その先生だってそのね、素の自分を出してさっきも言ったけど理解してもらい合うのがまあまあその本当の愛だみたいに言ったんですけど、まあまあだけどさ、彼女はもしかしたらラーメンの後の本当の締めを待ってたんじゃないか。ラーメンの締めじゃなくて、ラーメン食べな、ごめんなさい、一回ストップしてもらっていいですか。語弊がある。ラーメンを締めじゃなくて、ラーメンを食べなくても締めが欲しかったんじゃないかっていうことですよ。意味わかってるでしょ、大人ならわかるでしょ。ラーメン食べちゃうとさ、ニンニクとかもありますね。あるでしょ、その匂いマネジメントあるでしょ、ね、やっぱ彼女的にはやっぱ二人でデートして、ラーメンじゃないと、二人やんかと、恋のホールインワンってことですよね。こんな日があるわけじゃないですか。でしょ、大ホームランってことですよね、締めの。そうそうです、そうですよ。わかるやん、そんな、わかるでしょ。恋の打ち上げ花火ドッカーンってことですよね。いやいや、別に打ち上げ花火じゃなくてもいいんですよ。その別に線香花火でもいいんですけど、ソフトでも何でもいいんですよ。その打ち上げろとは言ってない。その絶対的にこのゴールが欲しかったの。あ、お恋のテスト花丸100点ってことです、よねって川島さんが。そういうことね。やっぱその、でも、テストで、まあ、テストで点を取るからいいっていうわけでもないんですよね、これね。もしかしたらね。100点だからいいっていうことでもないというか、別に20点だったとしても、その20点にどれだけ価値があるかってことなんですよね。どれだけ頑張って、どれだけ自分が時間を注いで20点を取ったかっていうことが大事なんですよね。先生、それはつまり、恋の焼肉食べ放題ってことでいいですね。そういうことです、はい。全部そういうことです。ちょっとめんどくなってる。全部そういうこと。ちょっとめんどくなってる。全部そういうことです。今までのメール全部そう。それで締めてくれ。恋の焼肉です、食べ放題です。飲み放題もつけます。はい、はい、先生そろそろお時間です。あー、よかったよかった。そうか、では帰るとしよう。りくくん、最後に街に残ってる学生たちに呼び込みを頼む。承知しました。自称学生の皆さん、まだまだ我々は夜回りを続けますので、反抗的な内容のメールを送ってください。受付メールアドレスは rmpg@bayfm.co.jp。 メールの件名には夜回りでお願いします。ちゃんと言えたな。どれ、カカオ 100% のチョコをあげよう。あ、大丈夫です。以上、夜回り先生 G でした。 Thank you。 ではここで一曲お送りいたしましょう。私リクでスタンドバイユー。
さあ、ベイヘムからお送りしてきましたウィーケンドザランページ、そろそろお別れの時間です。この後はニコニコチャンネルにてスペシャルな動画配信を行います。皆さんと一緒に番組を盛り上げていきたいので、詳しくはネットでニコニコチャンネルと検索してみてください。はい、よろしくお願いします。さあ、ここでお知らせ、ランページからなんですが、ザランページ今年もツアーやらせていただきます。ザランページライブツアー2023-16ということで、まあ、僕らねランページ16人いるんですけども、この16人が放つエンタメーションをですね、今年もアリーナで繰り広げたいと思いますので、ぜひね、あのチケットの先行予約も、開始しているので、ぜひチェックしてください。そしてもう、間もなく今月ですね、2月22日に、5枚目のアルバムラウンド&ラウンドもリリースさせていただきますということで、こちらもね DVD 豪華版にはライブ映像があったりとか、はい、すごくランページのこうエンタメがふんだんにね、楽しめると思うのでよろしくお願いします。はい、まあ、EXILE TRIBE MOBILE というとこからでもいいですし、僕らのファンクラブも去年からできたので、そちらのファンクラブもぜひチェックしていただければと思います。はい、でね、それぞれ僕とリクさん舞台もあったりするんで、そういった個人活動もぜひ追っていただければと思います。はい、さあ、ということで、ウィーケンドザランページ、ここまでお送りしたのは、ザランページリーダーのジンと、ボーカルのリクでした。また来週、バイバイ。